ゼロかからら勉強始始める時何から始めてますかうんまずは情報収集ですかねあの資格試験まあ僕が公認会計士の試験を、ね、受けるっていうふうになった時にまあとりあえず情報収集で、まあ、予備校いろいろあるなどれか予備校通った方がいいなっていうところを収集して、まあ、予備校行きました、まあ、結果僕は CPA 会計学院っていうところ通った いうことにしたんですけどまあそこの中でこういうことした方がいいよってされてるものをもう片っ端からとにかくやっていくもうそれしかないですねうん情報収集から収集した情報をもとにもうまあ何て言うのしっかりと遂行していくもうそれにつきますはい。<music>